はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。これは12日ちょっと前ですね、ニューズウィークの記事に出ていまして、エルドアンの賛成で NATO はまた拡大、見限られたプーチンということですね。プーチン is rapidly running out all areas わからへん、ラピトリー、素早くっていうこと言うんですか。ラーニングアウト、エリーって同盟ってことでしょ、これ。アライス。プーチンは素早くですね、同盟から弾き飛ばされたという意味ですね。ちょっとだけ読みますね。トルコのエルドアン大統領はロシアのプーチン大統領に近いと見られている人物だが、最近になってプーチンに背を向けたようだ。なんかこう広告と重なって読めんやん、めんどくさい。これなんとかしてえな。あれ読めませんね、これね。ちょっと飛ばします。これまでスウェーデンの加盟に難色を示してきたエルドアン大統領は、突然同意に転じたのはロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジンがプーチンに対して武装反乱を起こしてからわずか2週間後のことだったと。まあもうこれくらいにしときますけど、要はね、スウェーデンの NATO 加盟にエルドアンが賛成したんですね。これでスウェーデンはNATO に正式に加わることができました。なぜ突然エルドアンがですね、スウェーデン、難色を示していたですね、スウェーデンの加盟に賛成したか。これはですね、プーチンに対するある意味裏切りでもあるんですね。なぜかというと、エルドアンはプーチンと仲良しだったんです。エルドアンはもう20年トルコの大統領やってまして、もうプーチンとほぼ同じぐらいやってましてですね、仲いいんですよね。でロシアからですね、防空システムを買うとかですね、NATO の加盟国であるにもかかわらずですね、なんか変なことやってるのがエルドアンなんです。でまあ言うてみりゃ、プーチンにも口が聞ける、なんていうか、ものが言えるですね、立場なんですけども、今回ちょっとこれ裏切りちゃうのということですね、プーチンからすると。つまり、プーチンはエルドアンから見放されたということですね。プーチンはですね、もう2000年からですね、ロシアの大統領やってるんですけど、彼はかねがねですね、ソ連邦の崩壊、ソビエトですね、ソビエト連邦の崩壊は20世紀最大の悲劇であるというふうな言い方をしてきたんです。つまりソ連が続いて欲しかったタイプの人間なんですね。ソ連時代 KGB と言いまして、スパイ組織の中佐でした。40歳ぐらいの時だと思うんですけども、こいつは1952年生まれですからですね、そうですね、40歳ちょっと手前の時にソ連邦が崩壊しましてですね、彼は東ドイツのベルリンにいたんですけども、命からがらですね、陸路で家族と共にですね、逃げ帰ったという苦い体験をしています。でソ連が続いていれば彼は KGB でもうちょっと出世したかも分かりません。40歳前後中佐というのはですね、決してその出世頭ではないんですね。でまあいろいろあってですね、結局ロシアの大統領に収まるんですけども、彼はソビエト連邦の広大な領土があったね、今のウクライナもベラルーシもですね、カザフスタンも全部ソ連邦の内側でした。それを取り返そうとしてですね、チェチェンで仕掛けてですね、ジョージアで仕掛けてですね、で今回ですね、ウクライナで仕掛けました。2014年にクリミア半島を取りました。で順番に行ってですね、ソ連を再興させようとしていた思惑がありますね。でベラルーシに対してはですね、お前ら俺らと一緒になれよと、元のソ連みたいなやろうぜというふうに言われて仕掛けていたというふうにですね、言われています。ルカシェンコと仲いいように見えてですね、実はルカシェンコはプーチンのことを嫌いちゃうかというのはですね、そういう見立てをしている先生いましたね、例の大先生。なんでですね、実はですね、プーチン嫌われてたんちゃうかと。
で、まあ、それはそれでいいんですけど、プーチンはですね、大ロシアの最高を夢見てですね、今までずるいことをいっぱいやってきたんですね。で、邪魔な人間はみんなですね、途中であっちへ行ってもらってたわけですね。で、最後の最後に、最後の最後になるってなると思いますけども、ウクライナに手を出した。あからさまに手を出しました。で、これで失敗をこいでですね、このままいけばですね、ロシア、今のロシアはですね、41に分裂するなんていう話があったりもします。だからプーチンが目指した大ロシアの復活、ソビエト連邦の復活とは逆の、まあ、逆の方向に行ってですね、ロシアを崩壊させた指導者として歴史に名を刻まれるんちゃうか、あんたはという感じになりますね。もしそうなればですね、プーチンの思惑とは真逆の方向に自分がですね、導いてしまったということになります。まあ、プーチンのですね、命というのはですね、もう私は10年はないと思うんですね。もう下手したら明日亡くなるかもわからんという状況にあって、まあ、できることなら生きてみてほしいですけどね、あんたがこうやらかしたことによってロシアがどうなるかというところですね、生きたまま見てほしいと思いますけど、まあ、そうなるかどうかは分かりません。ただ確実なことは、彼がロシアという国を敗北に導いた指導者であるということが歴史に刻まれるということでしょうね。今ね、かろうじて持ってますけどね、ロシア今。ただこの後ですね、どん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 ウクライナがですね、新しい兵器を投入するでしょう。そしたらそのうち崩れるんちゃうかなと。で、今ロシアですね、経済的にちょっとですね、お金が底をつきかけてるような感じがします。それがお金が底をつけるといよいよですね、こうやばいかなという感じになっていくかもしれませんし、ロシア軍の中にですね、もうこんなんやってられへんわという、まあ、いわゆるプリゴジン第2番目みたいなですね、 2.0 みたいなやつが出てくるかも分かりませんね。そうなるとですね、プーチンの命もですね、いよいよですね、終わりの時を迎えるかもわからんなという気が、あれですね、いたします。まあですね、やらかしてしまいましたね、プーチンは。とんだ計算外であったと思います。もう彼70歳なんですけども、晩節を汚すといいますか、最後の最後に失敗したと。いうですね、彼としては非常に不本意な結果に終わるんではないかなと思いますね。多分それもですね、もう1年はかからないんちゃうんかなという感じがします。で、ロシアは分裂というか、あんだけ大きな土地をね、領土をね、その一つの国が治めてるっていうこと自体非常に無理があるんですよ、実のところ。だからソ連邦が崩壊した時にわっとね、いろんな国ができたんですね。で、それを一つ一つですね、プーチンが潰してきたわけですよ。小さな国からですね、潰してきてですね、自分の国の中に入れるか、もしくは衛星国みたいにしてきたんですけども、そのですね、努力は全部無に帰すということになるんではないんでしょうかね。それで、あとその、旧ソ連の国々が、例えばアゼルバイジャンとアルメニアとかっていうような国がですね、またゾロですね、喧嘩を始めてですね、収拾がつかなくなるようになってしまうなんてこともですね、あり得るわけなんですね。結局それを導いたのはプーチンであるということになります。で、日本にとってはですね、そのどさくさの混乱がですね、北方領土を取り返すチャンスであろうし、中国は虎視眈々と沿海州を取り戻すというべきなんでしょうか、まあ、よくわかりませんけど、昔の清朝の時代は一応勢力範囲内であったんですね、沿海州は。一応カラフトもね、全然支配を及んでいないんですけども、一応勢力範囲内であったのをですね、取り戻すでって、習近平それができたら大手柄ですよね。台湾よりも大手柄ではないでしょうかね。なぜ資源ありますからね。なんで、それを虎視眈々と狙っているという状況でして、ある意味ですね、これからプーチンはロシアを滅ぼした人物へとですね、確実な一歩一歩をですね、毎日歩んでいるというのが最近ではないかと思います。
まあ、飛んだヤブヘビでございますね、21世紀最大のヤブヘビということではないかと思います。このですね、ニューズウィーク、読みかけたニューズウィークのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。